また会いに来てくれてありがとうございます。茨城市子ども若者支援地域協議会のイメージキャラクターいちごちゃんです。支援の中では不登校や引きこもりについて何とかしてほしいと相談されることがありますが、復学や就労ありきの解決をゴールに設定していません。今後を決めるのはその人自身であり、復学や就労も本人が決定した方向性を達成するための手段の一つに過ぎません。不登校や引きこもりは本人の状態が悪くなっていることの表れであり、状態が悪いままでは自分の未来について正常な判断をすることができないのです。引きこもり支援のゴールは本人の落ち込んだ状態を改善して、本人が自分で自分の未来を選択決定できるようにすることです。その人自身が自己理解、他者理解、自己決定の3段階を順番に達成できるよう、そして今いる場所から成長できるよう、何より過不足のない関わりをしていくためには、理想的なゴールではなく達成可能なゴールが必要です。 3-1 引きこもり状態に応じた対応。でもお伝えしたことをもう一度振り返ってみましょう。実際の支援の中で大切なことは3つです。 1. 誰の困りかをはっきりさせること。 2. 支援の過不足がないようにすること。 3. 全てを解決しようとしないこと。この3つのポイントを押さえながら、悩んでいる本人が状態を改善し、自分自身のことを理解し、他者や社会のことを理解できた後に、自らの人生の選択肢を自らの意思で選んでいけるようになるのです。この動画は以上で終了です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。